料理する？料理する？じゃあね、レモンソールって言ってね、カレイの仲間なんですけどね、日本でいうナメタカレイに近い仲間のお魚をゲットしてきました。それを使って料理をしてみたいと思います。いいですか？うん。まずはね、ちょっとね、じゃがいもをふかしました。で、これちょっと皮を剥いていきます。よしですか？皮をこうやって剥くんですよ。わかる？じゃがいもの皮、あーいい、やんなくていい、やんなくていい。じゃがいもが剥けました。ここに入れてマッシュポテトにしていきます。マッシュポテト作ったことある？塩知ってる？マッシュポテトって崩していきます。そしてここに、うん、このバターを少々と、バターを少々、あれ、すずちゃん、いっちゃうの？バターを少々と、あと牛乳を入れたいんですけど、ちょっと牛乳今日ない、クレームフレッシュって入れてみましょう、ね、クレームフレッシュっていうのは発酵をちょっとさせたあのね、サワークリームみたいなものです。はい、社長戻ってください。塩をちょっとします。はい、まあ、まあ、そっちからです。そこで観察してて、そこで観察してて、向こうから観察したの？なんかついてない？大丈夫？それた？ほら、いい匂いでしょ？で、味を見てみます。うまい！おいしい、なんかおいしい、おいしい。フライパンにオリーブオイルをして、ニンニク半分に切ってちょっとグッと潰すの。潰してグッと潰して、フライパンで炒めます。こんな感じ。塩やんないの？一緒に、うん、やろうよ。一緒にゆっくりと揚げていきます。そしていい感じになってきたら、バターを入れます。バターが溶けてきたら、セージの葉を入れます。バターとセージはね、もうね、黄金コンビです。こうやって香りを出していきます。あまりニンニクを焦がしすぎない程度にしてください。そしたらニンニクを今通ったら器に揚げておきます。もうセージはちょっとバターで揚げる感じでね。うん、こんな感じになりました。そしたらこれを一旦揚げておきます。器に乗せておきます。で、この油捨てないです。取っておきます。うん、うん。そしたらレモンソールを出しましょう。ちょっと真ん中を切って、で、ね、ちょっと長いので半分に切りましょう。で、お塩と、あ、おでて、おでて、おでて、はい、胡椒、小麦粉を振ります。小麦粉、粉を振りますと。もう美味しそうでしょ、すでに。すでに美味しそうくない？あれ、無言？なんか鼻についてるよ。白ワインを使うんですね。これね、サーモンランシャルドネとリースリングだって。どうでしょうね、シャルドネとリースリングを混ぜるってあんまり聞かないですよね。どう？いい感じ？ね、つきませんね、当然だけど。このシリコンのルクルーゼのこれだったら傷つかないかな。よよ、お魚はね、1インチ 2.5 センチの厚さに火を通すのに約7分間かかります。ということで、これは、うん、1.5 センチぐらいなので、まあ、4分ぐらいで火が通ると思います。そしたらマッシュポテトを、そしてお魚を
柔らかい柔らかいすごく柔らかい。そしてソースを作ります、これから、はい、そして白ワインを、ここにレちゃん、レちゃん、大変だ、はい、料理をするのは難しい。ここにクレームプレッシェを入れます。よっちゃん、マッシュポテト舐めてたの？芋は食べないでしょ、猫はね。芋は食べないでしょ。そしてここに塩コショウ、軽く煮詰めます。そしてここに先ほどのニンニクとセージを戻します。セージ何やってんの？この出来上がったソースをかけていくわけです。マッシュポテトのところにダーッと、はい、完成です。できました。勉強になったね。思いつきで作ったもんだからね。ということで、こんなのニューヨークのワイン、うん、どう？いただきます。うん、確かにシャルドネとリースリングって感じ。この2つを合わせてくるの珍しいですね。シャルドネっていうとね、カリフォルニアにもよくあるし、フランスのね、シャブリとかね。リースリングっていうとドイツのワインがね、リースリングですね。ほんとさあ、どうでしょう。いただきます。うん、おお、うまい。なかなかね、おいしい。ふんわりしてんのこれ、すんごい。ほら、あ、崩れる。うわ、ふんわり。ダメよ、ダメよ、ダメよ。これはね、うまいわ。これが大成功。うん、ちょっとマッシュ、クレームフレッシュのマッシュポテトも一緒にいただいてみましょう。いただきます。うん、これは、これは美味しいよ、ジュウちゃん。うん、うまい。白ワインにも合う。うん、うまいね、これ。ただこれね、カロリー高いですね。バターいっぱい入ってるし、クレームフレッシュも脂肪分が多いし、オリーブオイルも結構使ってるし、うん、でもね、週末ぐらいのね、こういう平日ね、頑張ってるから、週末はこうやってちょっとしたいいものをね、食べるのがいいよね。キクどこ行ったのかな。このね、ニンニクとセージがね、またすごく合うんだよね、うん、ニンニク、セージ、クレームフレッシュ、マッシュポテト、うん、これは絶品です。これ下ビラメでやっても美味しいと思うんで、ぜひ試してみてください。クレームフレッシュの代わりに生クリームを使ってもいいし、生クリームと、サワークリームをちょっと混ぜるとか、そしたら近い味になると思います。はい、ということでした。じゃあ、しゅうちゃん、ほら、ずっとこっち向いてないで、向こう向いて、はい。あ、そう、大事なこと言わせてじゃん、あのフライパンの感想だよ。その話じゃなかったのね。すごくね、使いやすかった。なんかサイズ的にもね、一人分にちょうどいいし、うん、この身の脆いお魚はやっぱあのステンレスだとちょっと厳しいと思います、うん、で、一人分だとね、こうフライパンが埋まらないと、フライパンの上に物が乗ってないところからね、油がどん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 加熱しすぎて煙が出ちゃうことになるんで、あのサイズはすごくいいです。一人もしくは二人、おすすめです。オールクラッド、お試しください。じゃあ、そういうことで、ね、引き続きいただきます。うまいな。